三宅健が語る戸部ファミリー食事会の舞台裏から平野潮の小麦粉アレルギーに驚きの声から、ジャニーズ事務所出身のタレントたちが新たな舞台で活躍する中、株式会社戸部はますます注目を集めています。 元ジャニーズ事務所副社長滝沢秀明氏が率いる戸辺メンバーが初めて食事したとされる様子が三宅県の口から語られ、その中で平野市用の小麦粉アレルギーにまつわるエピソードが明らかになりました。戸辺ファミリー発の食事会戸辺メンバーによる初の食事会が三宅県の SNS によって報告されました。このニュースはファンの間で大きな話題となり、 期待と興奮が募りました。三宅は22日に自身の YouTube チャンネルで行った生配信で、その詳細を視聴者と共有しました。平野仕様の小麦粉アレルギーの真相を三宅によると、食事会では神宮寺勇太と平野仕様が三宅の両側に座り、イムップメンバーが囲むように並んでいたとのこと。その中で驚きのエピソードが明かされました。 なんと平野市用が小麦粉アレルギーであることが発覚。三宅は平野が何かね、小麦粉アレルギーがあるらしくて。だから食べれないのとかを全部新たくんにあげてた、とファンに伝えました。ファンの驚きと心配三宅の生配信に対するファンの反応は驚きと心配が入り混じりました。一部のファンは、 平野が健康や美容のためにグルテンフリーの生活を送っていると思っていたため、小麦粉アレルギーなの初耳だったといったコメントが寄せられました。アレルギーについての心配の声も多く、平野のファンたちは彼の健康を気遣っている様子がうかがえます。グルテンフリー生活の誤解と解説記事内では、グルテンフリー、と、 小麦粉アレルギーの違いに触れ、一部のファンが勘違いしていた可能性を指摘しています。平野がグルテンフリー気をつけてると発言していたことから一部のファンは誤解していたようです。記事ではグルテンフリーがグルテンを含む食品を避ける食生活を指す一方で、 小麦粉アレルギーは小麦粉に対するアレルギー反応を示すものであり、両者は異なる概念であることを説明しています。平野耀と三宅健のソロデビューの舞台裏記事は、飛べメンバーの中でソロデビューが噂されている平野耀と三宅健に焦点を当てます。女性セブンの報道によれば滝沢氏のもとで平野はすでにソロ曲を完成させレコーディングも済んでいるとのこと。 また、三宅もミュージックビデオの撮影が進行中であり、ソロデビューが迫っていると報じられています。これにより、飛べの地なる動向が注目を浴びています。飛べファミリーの食事会での驚きのエピソードから、平野仕様の小麦粉アレルギーの真相まで、三宅県の生配信はファンにとって貴重な情報源となりました。同時に、 トベメンバーのソロデビューに関する報道も興奮を高めており、今後の展開がますます楽しみです。